前回作ったビデオで結構この、音質ね、自転車乗りながら風の音とかいろいろこう、やっぱり内蔵のマイクではなかなかうまく撮れないなっていうのを分かりましたんで、ちょっとグレードアップしていろいろ実験的に試しております。うまくいけばいいんですけどね。あんまりこればっかりなんか集中してしまうと今度この自転車に乗る楽しみとかがちょっと薄れてしまうんじゃないかなと思ってちょっと心配してますが、そういうのをまあなくさないようにちゃんとこう楽しみをキープしながらこうやってねビデオを撮ったりとかもできるようにしていこうと思います。で、今日はですね、まあ近況からお話ししますが、ちょっとカメラが不安定ですね。どうしても横に向きます ね。こんなもんでしょうかね。まあ近況から言うとね、アメリカはまあホリデーやったんですけどね、先週の、いつだ、木曜日かがサンクスギビング勤労感謝の日 でその後多分連休でね、なんかもうその週とかもう結構連休たくさん取って休んでる人もたくさんいるんじゃないでしょうかね。まあ今年はもうなんかあのコロナでこういう生活始めてからあんまり何が変わったっていうことはないんですけど、毎日なんか同じような生活をしていますが、私の方もね、あの金曜日かな、ここから車で3時間ちょいのところにあのサンタフェというあのニューメキシコの、まあ、有名な街がありますけどね、そこの、ちょうど市の真ん中にあるあのセントミゲルチャーチという、まあ、アメリカで一番古い教会らしいですね。でその古い教会で、レコーディングセッションがあったんですけど、2人のミュージシャンと共に、カルロス・サンティ・ステバンというベーシストと、あとレイブン・チャコンという、ギタリストと私と3人で録音しました。それがね、またちょっと面白い録音の経過があって、でその3人で9月かな、ボルチモアに、メリーランド州ボルチモアにあるハイゼロフェスティバルという、そのフェスティバルの、まあ、あのフェスティバル自体は人がね来て、ミュージシャンがその遠くから来てできないんで、今年はもうあのリモート運営のような感じでなりましたが、ちょっと急いで、でそうですね、でその中でですね、あのフェスティバルがまあそういう感じになって、で私は実はあのそれには招待されてなかったんですよね。で、まあ、カルロスが多分ねさ招待されてて、ほんであのニューメキシコからの出演ということで、あの多分演奏する予定だったと思うんですけど、でちょっともうフェスティバルがあの配信になったんで、まあ、配信ならばねどこでもできるし、どこからでも、でそれはまあ生じゃなくてビデオ撮りということで配信になりました。
その配信になったことで、配信になったことで、カルロスは地元の、ね、メンバーでやるっていうことになったんでしょうね。で、僕とレイブンに声かけてもらって、ほんで、でまあ、それで演奏したんですけどね。で、収録して、ほんで、放映という形でやったんですけど、で、それですごく評判が良くてね、ほんで、ある、まあ、友人まあ一人、その、レコード会社という、まあ、西海岸でね、そういう出版してる人らが、ぜひ出したいと。で、僕らとしてもね、そういうの全然期待してなかったんで、そういう話があって、あ、いいよって言って、いや、やろうって言って。で、最初は、まあ、デジタル配信というかね、デジタル配信だけを考えてたんですけど、結構面白いのが撮れてるんで、で、もうそいつらもなんか、結構エキサイトして、LP を作ろうという話にまで進んで、で、僕らとしてもね、そんな LP できるんだったら、やってくれるんだったらね、してほしいなっていう。ほんで LP の話になって、ほんでその時にね、一応僕らは OK 出して、そしたら、そのカルロスっていうベーシストが、まあ、彼は仕切りなんですよね。その彼の車が、開けられて、ぶち破られてね、ほんで、ハードドライブを盗まれたんですよ。でもなんか家の前で盗まれたっていうことを聞きましたけど、ほんで、すごく残念でね、せっかく、そういう話があって、ほんで、ね、レコード会社も、ね、やるっていう話で、ほんでもう、どうしようかって、まあ一応配信用にね、そういう、質の悪い、まあ一応バックアップというか、ね、ステレオ音源みたいなのもあるんだけど、それを使って LP にするか、それとももうなんか一回もう取り直そうかっていう話になって、そしたら、まあ、そのレコード会社とかもカンパをしてくれて、まあ、実際協会もね、それ使うのもお金いるし、でそれとかこうカンパして、僕も結構遠いんでね、ガス代もかかるし、ほんで、はい。ほんで、撮りましたね。私はまあ思いがけない、出来事だったんですけどね。そこでまた録音し直すっていうのは、まあ結構面白い。ことでね、でそういうことがあるっていうのもまあ、でいや楽しかったですね。やっぱこうコロナで一緒にね演奏する人と演奏する機会もあんまりないんで、いや毎度のようにそう集まってね演奏できるっていうのは本当嬉しいですよね。冬になってね朝晩が寒いんで、で昼もね日照時間が短いから、まあ日本も今そうだと思いますけど、ここでまあね5時過ぎとかもうね日が暮れて、時間が短いんでなかなか自転車に乗るチャンスもなくて、で今がね一番あったかい時間なんですよね。今これ2時半ですけど、2時半とか、まあ、3時過ぎぐらいまでで5時過ぎにまた日が暮れるんで、その時にまた寒くなりますけどね。でまあこうやって、ね、日が照ってる間に、あったかい間にこうやってやろうと思うんですけど、なかなかまあ何かこう一日作業し始めたらね、なかなかそこから
出れなくて、ね、うまく時間調整ができないですよね。子供たちが、まあ、ここ数日間ちょっと、まあ、何かと忙しくて、まあ、そういう時間が取れなかったんで、今日はもう久しぶりに乗ってるんで、だいぶ久しぶりなんで、あんまりこうあれですね、あのなまりますね、やっぱりね、一日置くともうすごくなまる。その辺は微妙にね、ずっとこうトレーニングしていかないとダメですね。特にまあ年は年やからね、30代20代じゃないから、やっぱりずっとねやっておかないとなまりますね。危ない、全然前見て、ね、見てないおっさんがいましたね。自転車の時に前見ない人は危ないですね。こういう道でもやっぱりちゃんと前見とかんとね、あと横見、よそ見しながら乗ってると危ないですよ。前のビデオでもちょっとお話ししましたが、なんか、こう寒くなると着るものが難しいんですよね。でちょっとねいろいろ研究してるんですけど、まあ、アメリカでね、日本も多分今もそうだろうけど、昔はねこういうサイクリングの服とか店に行くとね、すごく何枚もするような高価なものでしたけど、今はねやっぱアマゾンで買うと、こういうカメラのね、こう例えばさっき言ったマイクにしてもそうだけど、やっぱりなんかこう安いのがねいっぱいあるんですよね。で手袋もちょっとね、ちょっと大きかったんですけどね、これも eBay で、だいたい eBay で買うときはもう中古か、あとオープンボックスって言って、で、あのサラだけど誰かが返品したようなやつ、そういうのをね狙って結構買いますけど、なあね、市販品で5,000円のものが3,000円ぐらいだったりとか、もっと安かったりとかするんで。で、まあその、何を言うとしたかな。そうそう。で、今日はね、このアームバンド、アームバンドじゃない、アームカバー、中にね、こう、こういうの着てるんですけど。で、なんかこう、ね、こういう中のやつね、リストバンドっていうのかな。今日は、なんていうのかな。アームウォーマーかな。で、なんかこう腕寒いですよね。まあ全体が寒いんですけどね。でもウィンドブレーカーとか着てこう走り出すと中が汗ボトボトになるんで、それをなんかこう汗ボトボトにならないように、あのちょっと寒いけど、少し寒いけど寒すぎずにちゃんとこう湿気が逃げるように、なんかそういうまあちょっと贅沢な悩みなんですけど、そういうのをねちょっと考えてますね、いつもね。だ今回は結構うまくいったんじゃないでしょうかね。このアンバンドで中は結構あったかいですね。で、胸とかね、あんまりそんなに汗溜まったような感じじゃないんで、今からまた上り坂なんでそういう汗かきますけど、Thank you。
まあ、あれぐらいねちょっと間を開けてくれたらね、こっちもね、この人も結構これぐらいやってくれたらね嬉しいんですけどね、あんまり近くですごいスピードで来るんで、僕は一応ミラーがあるんで後ろは見てるんですけど、あんな速いスピードで来られたらちょっと怖いですね。あれ50、60マイルぐらい出してるんでしょうね、80とか100キロとかね、怖いですよ。じゃあ今から山上がります。今日なんかいやほんまに、疲れてるというか、まあなまってるんでね、こっからはまあゆっくり行くんで、別に今日別に飛ばしてないし、そこは一応、キャンプ場のような感じですね。まあ、キャンプ場ってもオートキャンプなんで、車をこうベンチがあるので横につけて、そこでこうキャンプができると。どうなんかな、多分申し込みとか料金もいるのかもしれないですね。私は行ったことないですけど、大体今もうオンラインで申し込んで、で、ね、昔は封筒が置いてあって、そこに現金を入れて、最後に、投函して帰らなきゃいけないというのがあったんですけどね。これいつも思うのはね、スーパーマリオの、やつみたいですね。こう、砂漠。いや、ほんとね、自転車買った時は結構なんかこういうとこ走ってたんですけどね、やっぱこうみんなこう木があるのに、これはみんなトゲあるんですよね。これ知ってますか、さっきの指さした、あとこれとかね、これとか、あれはクレオソートって言うんですけどね、これね、日本で有名なクレオソートというのは、セイロガンですね。セイロガンの元だから、この木ね、これね、これを葉っぱ取って手の上でちょっとこう潰して匂ったらセイロガンの匂いがしますよ。でね、雨の前にそのクレオソートがなんか匂い出すんですよ。で、まあセイロガンの匂いなんですけどね、それがすごくねいい匂いで、で、ね、まだ雨降ってない、ここはまあ雨降らないんで、で明日雨降るってなったら、なんか今晩ぐらいかそういう匂いがするんですよ。でクレオソートは雨が来るって知ってるんですよね。だから僕もその匂いがしたら、あ、雨が来るんだなとね。あ、軽自動車が、あれはね、ダムのなんか管理局みたいなところで、この何台かこの軽自動車があって、あれは鈴木のキャリーかなんかですね。で彼らはおじいさんが何人かいるから、軽自動車乗ってね、買い物とか行くんでしょうね。いつもあれ見るときにいいなと、欲しいなと思うけど、まあこれね、ちっちゃな町に住むのに軽自動車で十分なんですけど、ただ何回かビデオを作りましたけど、ラスクルセスに行ったりとか、アルバカーキに行ったりとか、そういう時には軽自動車ではちょっとね、まあ行けないことはないけど、スピードが違うんで、どんどん上がっていきますね。you
症状ですね。でこっから、しばらくちょっと下りになります。3本は水のタンクが立ってますね、これね。では今から高速の、下りになります。やっぱりね、うまく前のビデオでお話ししましたが、若い頃の自転車の経験とかスポーツの経験とか、やっぱりね、やっぱ若いっていうのも毎日やっても大丈夫だし、すぐ回復するし、全然答えない。こんなね、1日2日やらなくて3日目にやったらはぁはぁ言うて、そんなことなかったもんね。今はやっぱりね、これからこういうの気をつけないといけないなと思いますね。スプリンターが止まってます。ペンソベニアナンバーです。